ラーレッドの獲得が噂されているアレクサンダー・ショルツ選手について、第一印象を一言で表現すると、モラスさんいかがでしょうか。攻撃の選手の方が簡単ですよね。守備の選手の場合はね、なかなか難しいところあるんですけど、はい。リーグ戦とかの試合とかを見る限りは、攻撃にもアクセントをつけられる守備の戦う男、投手っていう感じです。やっぱ投手なんですね。やっぱり彼のプレーとか見ていても、守備の特徴っていうのはやっぱり際立っていましたし、あと攻撃に関してもいろんな形でちゃんとアクセントつけることはできるので、そういう意味ではすごく面白いセンターバックだと思います。ちょ、コメント欄にも、トゥーリオ選手みたいじゃないかみたいな。ちょうどその2009年、2011年もトゥーリオ選手いましたよね。いましたね。2009年ですね。2009年。あ、そっか。2009年にトゥーリオ選手いたんで、多分そういう登場というとどうしてもトゥーリオ選手のことをやっぱりレッズサポーターは思い出してしまいます。僕はちょっとここ最近の G リーグを見ていて、まあ、ちょっと比較するのも難しいかもしれませんけど、パワーアップした今京都にいるヨルディバイスかなと思いました。フィジカルの強さ、責任感、攻撃参加、セットプレーでの存在感、それからフリーキックなり PK なり、やっぱりそういうところで責任を持って蹴ろうとするところ、そういうのを見ていて、なんか少しパワーアップした、ヨルディバイスかなっていう印象を受けてました。いいですね。なんかヨルディバイスがパワーアップしてるなんて最高じゃないですか。今年28、日本語的にとこバイスの上位互換ってことですね。いい。上位互換、夢のようだな。夢のようです、ね。欲しかったような選手だね。ヨルディすごくナイスガイなんですよ。本当にコミュニケーション能力も高いですし、僕も何度か関西で会っていろいろ話しましたけれど、はい、日本がすごく気に入っていて、日本の文化とか、まあ、特に食文化とか、なんだろう、社会に対してもリスペクトがあって、で、やっぱりそういうデンマークの選手とか、オランダの選手とか、まあ、ドイツ圏の選手みんなそうですけど、やっぱりそういう教育というか、教養がある人たちが多いような気もしますし、はい、これはもちろん僕はショルツ選手会ったことはないんでわかりませんけれど、ユンカー選手と同じように、その日本に対してのリスペクトとか、興味とかすごくあると思います。実際に今福岡にいるサルモンさんもすごくね、日本の文化が好きで興味があって、お寺行ったり文化を学ぼうとしているとかありますけど、もしかしたらショルツ選手もそういうところがあるかもしれません。はい、じゃあちょっと具体的に行くんですけど、先にデンマークリーグは J リーグと比べてどうですかというところなんですけど、ノルウェーリーグのこの前の話はちょっと過去の動画を見ていただいて、デンマークリーグ調べるとノルウェーリーグよりももちろん上ですし、 J リーグよりもだいぶどこかから出している全世界のリーグランキングで上というふうに出てるんですけど、実際デンマークリーグっていうのは比べるとどうなんですか、 J リーグと。そうですね、以前もお話ししたように、どうしてもヨーロッパでやっているサッカーと日本のサッカーって若干違うというところはあるんですけれど、ヨーロッパの中でもベルディ、オーストリア、オランダ、スイスと並んで有名なステップアップリーグです、デンマーク。じゃあベルギーとかと同じようなレベルなんですね、よく日本人が言ってる。そうですね、UEFA のリーグランキングとかを見ると、オランダ、ベルギー、オーストリアってのがあって、少し落ちたいになりますね。今確か16位ぐらいだったと思いますけれど、14位くらいだったかな。で、その下に今浅野がいたセルビアとかがあって、22位が確かノルウェーだと思うので、北欧の中では最強リーグです。ヨーロッパ全体で言うと、ビッグファイブのリーグに移籍する選手が多いステップアップリーグということで、評価も高いですし、育成のレベルもいいですし、あと、やっぱり経営がしっかりしてるってところもあって、またコストパフォーマンス話になってしまいますけれど、給料はそこまで高くはないんですけれど、ノルウェーとかスウェーデンのリーグと比べると若干高めです。この間、ユンカー選手がインタビューで、僕はデンマークリーグには適応できなかった、レベルが高すぎてって話してて、デンマークってそんな高いんだってびっくりしたんですけどね。そうですね。実際のところ、ユンカー選手もデンマークでは少し苦労したみたいですけれど、まあ、ただ、彼みたいなタイプっていうのは、その組織力の中で生きる選手なので、チームとしてのその組織力はあまり発揮できていないチームだったら、もしかしたら彼は難しかったのかもしれませんし、あとデンマークの中でもやはりその強いクラブとそこまで強くないクラブの差っていうのは結構ありますから、なのでデンマークリーグはって一言言うのは少し難しいかもしれないですね。まあ、ただ FC コペンハーゲンみたいに北欧で最も予算があって CL とか EL でも結果を残すようなところもありますし、あとショルツ選手がいたところはすごく面白いですよね。ジ・ミッテラン特別なクラブ。ミッテランってどういうクラブなんですか。正直あんまりお金はないんですけれど。あ、そうなんですね。統計学に強いクラブで、はい、統計学に強いクラブ、はい、すごく簡単に話をまとめると、はい、選手の獲得、スカウティング、戦術などなどに関して全てにおいて人の主観的な考えとか感情面を全部カットして事実、いわゆる数字が表す事実だけで判断していくっていうところなんです。確か野球でマネーボール、マネーボール ありましたね、映画で、ね、映画でありましたね、はい、あれめちゃめちゃ面白かったですね。あれのサッカー版的なところは言われていますし、実際にオーストリアとかスイスのクラブも
もメッテランのことはよく見てますね。すごく革新的な面白いクラブであることは間違いないです。よく会長がインタビューで話をしたんですけど、私たちにはお金がない、だからこそ頭脳を発揮する必要があるって言ってました。セイバーメトリックスですね。今予算の話出たんですけど、この前のユンカー選手の時のそうですが、実際のその選手の待遇、お給料部分は J リーグと比べてデンマークリーグっていうのはいかがですかね。税金が高い分、正直手取り給料でいくとデンマークのリーグもそこまで良くないかなと思います。税金の問題もあるのか。日本は多分最大、まあ、40とか50とかだと思うんですけど。そうですけど、外国人選手の場合はね、11ヶ月契約とまた別の計算になったりする時もありますし。確かにそうですね、もう少し安くなりますね。あと、はい、デンマークの場合消費税だけでも 25% ありますし、まあ、僕のちょっと知り合いが今デンマークで一人プレイしていて、まあ、ちょっといろんなネットワークを通してもう一回確認をしたんですけれど、デンマーク一部の比較的な小さなクラブだと年俸が1500万から3500万円ぐらい。それスタメンレベル、はい、の選手が多くて、ブレンピーと FC コペンハーゲンっていうその、まあ、ビッグクラブがちょっとあるんですけれど、そういうところに行くと主力級の選手で、まあ、4000万5000万、 FC コペンハーゲンで一番年俸が良くて、まあ、8000万ぐらいだって話だ。ただ半分税金とか保険でなくなるってことを考えると、今所属しているミッテランはもうちょっと下のクラブっていうことなんですかね、はい、そうですね。年俸的にもどうしてもコペンハーゲンとかはちょっと太刀打ちができないところですね。もうちょっとコペンハーゲン、ブレンビーがあって、そしてその次のグループって感じでしょうかね。そうすると28ぐらいで日本でちょっと稼いでおくっていうのは人生設計悪い選択じゃないですよね。そうですね。よくこっちでも言われるんですけど、25歳までは自分のキャリアアップのためにクラブを選択しよう、25歳以降は引退後のことを考えてしっかりとした大きな契約を得ることができるかってことを考えようっていうようなことを育成レベルでもよく選手たちに伝えることはありますね。で、そんなリーグの所属しているショルツ選手のプレーの特徴なんですけども、見てるとすごく、まあ、トゥーリオ選手みたいな感じでパスも上手いですし守備も上手いなって印象なんですけど、実際見ていただいてどうですか。どういう選手というの。そうですね、チャンピオンズリーグの試合とかでもやはり体を張った守備というのは通用して、まあ、しっかりと、ね、活躍していましたし、あとはやっぱり彼の特徴というのは守備だけではなくて攻撃ですよね。相手の最終ラインの裏を狙うような鋭いロングボールもそうですし、あとセットプレーの時もファーストスコーラーにならなくても一度コーナーキッククリアされた後こぼれ球を拾ってシュートっていうシーンもありましたし、あとはやっぱりその戦術的なところでいくと攻撃の時にボールを運べるのは大きいですよね。最終ラインでボールを奪って中盤にスペースがあったらすぐそのままボールを運ぶことができると。なのでそういう意味ではボールを運ぶことによってピッチ上で新しい状況を作り出して、まあ、大抵速攻のシーンですけれど速攻でもしっかりと活躍できる。でパスを出したら中盤でステイして戻ります終わりではなくて、そのスピードで相手の陣地にどんどん入っていくようなダイナミズムもありましたので面白いですよね。こういうタイプの、ね、選手が J リーグで活躍したら面白いですし、あとは彼が上がった分誰がそこをカバーするかってことをちゃんと徹底すれば大きな穴にもならないと思うので。どうしよう、ワクワクが止まんないな。トゥーリオ選手の時は鈴木啓太選手っていう相棒がいて、トゥーリオがいるから全然大丈夫だろう。はい、啓太に今柴田選手が成長してるんで、啓太のように上がったとこも抑えられるんじゃないかなと思います。トゥーリオ啓太の再現見れるぞ、はい、ショルツ柴田の関係になるじゃないですか。そうですね。あと今のね監督がね、そういうセンターバックが相手の陣地までガーって上がっていくことを望むかどうか僕はちょっとわからないんですけれど、でも彼の経歴を見るとやっぱりそのデンマークのクラブで育成されて、まあ、一回ちょっとアイスランドに行って、その後ベルギーでも5年半かな、はい、やっていたので、まあ、いかにもっていうそのヨーロッパの選手らしいというか、その戦術的なサッカーというのをしっかり学んでいると思うので、ちゃんと監督の要望に合ったプレーができるんじゃないかなと思いますし、もしかしたら今までヨーロッパで見ることができていなかった彼の特徴が日本では見ることができるかもしれないです。ワクワクが止まらないです。すごい、まあ、189センチですしね。大きい。これはいいな、夢広がるな、まあ、ACL 見えたな。フィジカルの強さっていうのはすごく重要だと思いますし、もちろんなんだろう、相手も外国人のセンターフォールで、ね、フィジカルの強さでバトルするような形になると強さがそこまでいきない可能性もありますけれど、でも多分彼の場合はそれ以外の要素もあるので、単純にフィジカルが強いだけのディフェンダーっていうわけではなくて、守備の技術もあるし、守備の個人戦術もしっかり見えましたし、あとはね、攻撃のところのプラスアルファがあると思うので楽しみですね、まあ、間違いなく。プレー集見てると、そのやっぱりまあプレー集だからかもしれないけど、ロングパスすごくこうボールを持った時に、まあ左のディフェンダーで出る子が多かったんです。フォーバックの右のミッドフィルダーが中にこうカットインして走り込んできたところに合わせるようなロングパスをすごい出していて、そういうのがなんかまあ今の裏ですが確かに少ないので、いや一番欲しいとこだろうね、むしろな、ビルドアップで考えたら。そうですね、ああいうロングボールというのはどうしてもその攻撃で必ず必要になってくると思うんですね。やはりショートパスでつなぐだけでは厳しいところもあると思うので、そういう意味ではセンターバックの選手がどのようなパスを出せるっていうのはすごく大きいと思いますし、
あと、相手のディフェンスラインにしてみると、まあ、例えばじゃあ、ショルツ選手が加入したとして、彼のロングボールがあるとなると、裏は相手にハイラインで守るの厳しくなりますよ。確かに。ロングボール通されるかもしれない。そうなると、相手のラインが若干下がるので、下がった分、ショルツ選手から直のロングボールが出なくても、中盤でスペースができるので、つなぎやすいっていうのもあるかもしれません。一人入るだけでだいぶ変わるんですね。実際に J リーグ、具体的に浦和レッズのサッカーに合うのかというところなんですけども、なかなかデンマークのディフェンダーっていうのは来たことがないんじゃないかと思うんですけど。そうですね。前回も多分お話ししたと思うんですけど、今、オーストリアとかドイツで残念なことに J リーグの試合がフルでテレビで見られないので、はい、僕ちょっとここ最近、浦和レッズの試合とか見ることはできてはいないんですけれど、うん、ただ、今シーズンに入ってその組織力のあるサッカーとか、すごくうまくいっているっていう話はよく聞きますし、報道もありましたし、戦術の分析論とかをいろいろね、書いてる方のところも読みましたけれど、もしそういうサッカーができてるんであれば、浦和レッズにも合うんじゃないかなと思います。で、あと、うん、ショルツ選手は今まで、デンマーク2部でプレーして、アイスランド1部行って、ベルギー1部行って、今デンマーク1部ですよね。いろんな国の、いろんなチームに所属して、毎回フィットしてプレーしてきた選手なので、そういう意味では日本でもフィットするんじゃないかなと思いますし、あとミッテランみたいにすごくその、まあ、戦術的な、まあ、組織的なサッカーをしていたチームから来る選手なので、多分今の浦和レッズの監督の要求に応えられないってこともないでしょうし、まあ、なので僕は会う可能性が高いんじゃないかなと思っています。まあ、あと J リーグの審判基準が結構変わったじゃん。ヨーロッパ入りになったからさ、ね、なんとかなりそうな気がするんだけどな、そういう選手なら。昔浦和レッズですアルパイっていうあのトルコ代表の選手。かわいそうだったもんな。で、まあ私もあの、審判をしてるんですけど、やっぱアルパイ選手の深いタックルは、当時の日本記者とファウルになっちゃうのは仕方ないなと思ったんですけど、まあ、だいぶその辺はあの審判もワールドカップを戦う上で世界基準に合わせていこうというのは、だいぶヨーロッパ色になってきてるんで、今だったらそういうタックルでも問題ないと思います。今アルパイいてほしかったんだよな。今アルパイね。でも本当に楽しみであることは間違いないんですけれど、はい、もちろんみんな期待したいでしょうし、ただ、なんて言うんだろう、選手やっぱりそれぞれっていうところもあって、ユンカー選手がね、これだけうまくハマって活躍してるってすごく嬉しいんですけれど、ユンカー選手がうまくいったからといって、すぐじゃあ次のショルツ選手うまくいくかっていうと、やっぱりケースバイケースだと思うので、何がどうあれ、初めてアジアの文化圏に来て、で、しかもこれから日本夏ですよね、蒸し暑くなると思いますし。それだよな。だからやっぱり長い目で見てあげることは重要だと思います。そういう意味ですと、ユンカー選手がすでにいる同国のデンマークの人がいるっていうのはやっぱりプラスなんですかね、日本というちょっと特殊な文化の中では。そうですね、最初は間違いなくすごく大きなプラスだと思いますし、あの2人がもう知り合いなのかどうか僕はちょっとわからないですけれど、まあ、ただ基本同じ国の選手がいる、もしくは母国語で話せる選手がいるっていうのはすごく大きいですよね。一つの助けにもなります。合う合わないか、良くない方向に行っちゃう時もありますけど、まあね、それは日本人でも合う合わないがあるわけですからね。今ちょっと出たそのデンマークの人にとって日本の夏って耐えられそうですかね。そうですね、まあ、以前その名古屋とか清水エスパルスでプレーしていた4戦のノルウェーでのインタビューとか聞くと、やはり特に1年目の夏はとても厳しかったみたいです。あ、それが2人スタメンになっちゃうとな。そうなんですね、もう外行くだけでもうすぐ汗かいてしまう、何なのっていうところはあったみたいですけど、まあでもやっぱり慣れたと言ってましたけどね、2年目3年目以降は。ただやっぱりそのヨーロッパの日差しが強いけれど空気が乾燥している暑さと日本の蒸し暑さっていうのはもうやはり全く違うので、こればかりは正直なんて言うんだろう、経験してみないとわからないところあると思いますし、そのあたりのコンディション調整はすごく重要なポイントになってくるかもしれません。ちょうど例えばチームスタッフとかの助けとかって何かあったりするんですか？そうですね、今の浦和の体制はわかりませんけれど、間違いなくそういう形で、ちゃんと選手のプライベートとかコンディションをキープするためのサポートスタッフって必ずいると思いますし、まあ、そこでのサポートはもちろん重要ですけれど、あとはどうしてもやっぱり選手本人の意識っていうところが重要になってくると思うので、あと、まあ、もちろんその日本の真夏っていうのはヨーロッパから来る選手にとっては基本いつも常に大敵ってのあるかもしれませんけれど、ただやっぱ真夏にサッカーをするってことは一つありますけど、真夏の中の私生活っていうのもありますよね。夜なかなか眠れないとか、朝起きても食欲湧かないとか、だからそういうところはちょっとやっぱり選手の本人の適応能力とかもないと、クラブスタッフだけでは全てがカバーできるわけではないので、ここだけだな、なんか未知数で不安なのは。今年は一応オリンピックの中断期間で7月の11から8月の8日まで休みなんで、今がいいのか、今年取るのがベストか、うん、と思いますね。ドルツ選手に関してはこんな感じで、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録。怒られるぞ。